はい、どうも皆さん、こんにちは。ワトソンでございます。というわけで、シャーロック・ホームズ・アウェイキッド続き遊んでいきたいと思います。というわけでね、前回は病院を終わって、ついにニューオリンズへと来たわけですが、ホテルってどこだ？こうか。ホテル？違うの？じゃあ銀行か、そうか。銀行でお金を下ろすとかなんとかだもんね。もう一歩でも来たら、お前らを終わりの餌にするっぺよ。なまってんな。この大陸は僕らをこんなやり方で歓迎してくれるらしいね。ませんが、銀行はしばらくお休みになるでしょうか？ブラックマンさんがバトンルージュから金を持ってくるまでだ。ブラックマン、バトンルージュ。銀行ごと？いや、宝石の売買からだろ。宝石。なんか病院で見つけたよね、宝石の売買に関する処理は。両足にも帰るっぺよ。だけど、少なくとも3日前には行っちまったけどな。ああ、この売買について詳しく話を伺える方はいませんか？僕らはヨーロッパに来ていて、その宝石たちに興味があるんです。お宅の銀行が売ったのと同じ宝石なんですけど、話してくれんの？俺らは何にも喋んねえだよ。それに、何も知らねえだよ。どうすんの？言ったよね。オラを怒らせんだよ。消えな。はい。ちょっとね、あまりにもわかんなくて調べました。で、これらしい。金。つまり、賄賂を渡せってことらしい。気づくか、いや、そんな。売買について知る男は一人いるっぺよ。やつはシャンパンという名前で知られている男だで。ケージャン人の心で起きた出来事をすべて知っている男だと。桟橋の隅にある。なんかの山で会える。いわゆるアメリカではすべてに値段がついているっていうやつだね。まさか金がいるとはな。ここは開くんだ。ここでいいのかな？お、ワンちゃん。いいや、ワンちゃんはいいや。なんかとりあえず、開いてから奥行ってみるけど、こっちでいいの？なんかこの奥だっけ？ちょっと待ってよ。会話ログ見ると、桟橋の隅にあるだから、ここら辺桟橋じゃないのかなと思うけど、ここ行ける？あ、行けるんだ。まあ、とりあえず行けるんだったら行くとこ行ってみようか。なんか、あそこの木の上に立ってる男がいるし。どうやっていたんだよ。怖くないんかな。桟橋ってこうかな。なんかそれっぽいね。桟橋ね。あれが、あそこにいる人が、シャンパンだっけ？犬いるけど大丈夫なの？ダメじゃね？これ、やばくね？両手を広げて歓迎しているかい、ワトソン君。ナポレオン、ラファイエット。犬たちを気にしていてくんな。あっつらお上品な人たちの匂いが気づきじゃねえんだ。特に外国からの人もな。そんで、このじいのシャンパンに何か用かい？ボート用の熱いたか、それとも割の水飴現物かいと。だけな機会に頼むよ。とりあえず、ここで知っていることをあなたが知っていると聞いたんですけど、だいぶな、他のいまいましいやつだということなんか気にするんだよ。あんた、何が知りたいん？なんでナイフがしてんの？宝石の売買について興味あると。あそこにナイフについては質問は無理か。確かに、それは本当だ。あんたがいたように、わしは宝石の交換について聞いたことがある。あんたを助けることができるだで。なんがわしの貧しいのは石炭の記者なんで、あんた、わしに何をさせないかね？さーて、シャンパンのボトルがなかったら、じじいのシャンパンは一言二言言えるようなんだけどな。シャンパンのボトル？酒なんかないけど、もう一回金渡してみる？渡すんかい。お前も賄賂かい。俺について言うんだ、本当のことだけど、1週間だか多分2週間前のことだけど、金持ちのところで働く飯使い頭が個人所有の宝石のところで売買しただよ。見たところ、商売は素早く、静かに行われた。まったくのところ、これは本当の話だと。取引相手の雇用者の名前はアーレソンっていう名前で知られてるので、イリエンところずっと上流の方から来て東まで行ったんだ。まともでない考えを持ったんだ。奴らはみんな彼と同じ方向に違いねえと。ここ数時間で何か不自然な船の動きなかったじゃない？特に夜遅く港を離れるような動きについてなんだけど、あるかい？あんた、シャンパンの時期にあれで正解だと。正直言うべ、5日前に船が1、夜中に出航したんだ。他のボートで運ばれてきた人たちが全員乗り込んですぐに出航したんだ。ありゃ完全な密輸品だな。やっぱ来てたんだ。よく覚えてるね。ともかく船は確かに球団に向けて出航したんだよ。シャンパンの父、家に閉じこもったよ。もうこれ以上かからない方がいい。むやみに鼻を突っ込むと、割の餌になると。ああ、まあこういう情報やは引き際とかそういうのはわきまえてるからね。ちゃんと危機管理能力はあるんだよね。十分気をつけるよ。Thank you, Bay。それから、EDA かどこかが反抗したいなら、シャンパンのジリーって結果だよ。金か酒瓶を取り出せるな。また金か。もう金ないんだよな。あ、でもちょっとだけあるわ。渡しては観光してくれる？ああ、ダメですか。とりあえずどうすればいいんだろう。あ、新しく出てくる。ニューオーリンズ地区。フランス人地区だって。ここ行けばいいの？え？あ、違うんだ。行こう、ワトソン君、港へ。あ、港なんだ。さっきこっちなんだ。なんか地図見たら新しい場所が出てるからさ、行くのかなと思ったけど。じゃあ港に帰ればいい。え？いや、港へ帰るんだって。ファーストトラベルしたいんだって。なぜ？徒歩で帰れって？急にファーストトラベルできないけど。なんなん？ちょっと不親切。さっさと戻らせてくれればいいのにさ。じゃあ戻るか。なんか扉開いてるわ。ホームズ君、僕らの荷物が。急な陽気な音楽。え、何？あ、このイベントがあるからファーストトラベルできないんだ。急ななんかよくわからんイベント。開いた。待てこら。くー、タイミング悪いな。多分こっちからだろ、これ。ん？あ、ここし、あ、なるほどね。こっちから行くんだ。ここ閉めて、こっちから、行け、オッケー。ストップ、待て、こら。早いな、あのじじい。じじいか知らんけど。何歳だ、あの人。顔が見えないからわかんねえんだよな。え？あ、ここ行けるんだ。よいしょ。じゃあこれ、ワトソン君、ついてきてないね。俺だけ言ってるわ。確かにホームズはなんかさ、なんだっけ、馬率だっけ、そんな感じの格闘技かなんかあるはずだからさ。肉体労働は不得意ではないはずだけど。うわ、崩しやがった。これターザン。あーって感じ。よし。待てこら、扉開くでしょ、これ。ほら。だいたいこういうのなんかしないけど扉開くんだよな。タイミングいいというか悪いというか。よし。なんでこんな急にさ、陽気な音楽なの？泥棒をつかめるんだったらさ、もうちょい陽気な音楽を流すよりさ、深刻そうな音楽流してよ。いた。くっ。この上行けって。早いなぁ。こっちから先回りじゃい。あれはそこだよ。どこ？あ、上か。あ、エレベーター。これ動かすのか。よし。上参ります。よし、上上がった。なんか一人称視点で追ってるとさ、すごい寄ってきたわ。身軽。顔が見えんから若者かじじいかわかんねえんだけど。若干年寄りっぽいんだけどな。でも年寄りにしては素早いんだよな。よいしょ。あ、曲終わった。あ、こっちじゃなかった。はい、もう1ループ目。よいしょ。これ気持ち悪い。もしね、このね、今画面見てる方はね、画面用にご注意ください。で、こっち。あ、閉められた。え、閉められた？大丈夫？開くんかい。鍵とかかけろよ。まあ、そんな余裕ないんかな。どっち？こっちか。行った。あんの野郎。はしごが。うわぁ、マジ気持ち悪い。え？これで？うわ、ほぼもう曲芸じゃん、これ。よし。なんかもう、俺が疲れてきた。ストップ！早いな、あのじじい。本当に何回もついてくるじじいかどうかは知らんよ、俺も。姿形をパッと見てさ、じいさんって言ってるだけだから。ああ、待て。あ、こっち行けない？こっちか。早い。てってんてってれてれてんてってんてってれれんてん。はしご登ったな。はしごね。どこまで追いかければこれ気が済むんだ。え？あ、そっちか。あ、なんか、ちょっと、年寄りっぽかった。口ひげが、なんか、顎ひげあったね。え？これは？どうすんの？あ、これか。よいしょ、カッシャー。本来はこんな風に使っていけんけどな。早い、ほんと。だから早いけど追いつけるんだよな。見失うってことしないからな。これで、お？あ、ここなんだ。もうほぼさ、こんなんギャグだよね。次どっち？これ。こっちでいいの？あ、ここ登るんだ。登るってか、行くんだ。よいしょ。ん？こっちでいいの？この間通り過ぎるとか、あ、なんか今触れたな。そんなことして大丈夫な？絶対やばいじゃん。犯人追うためだけにもう仕事ボコボコにしてるよ。で、ここ滑んの？絶対さ、こういうさ、錆びついたトンネルというかさ、通路ってさ、滑ったらズボンのお尻の方、錆だらけになるよな。よいしょ。ここどこだ？あ、なんか警察っぽい。ウエスタンっぽい。おい、捕まえろよ、お前。捕まえねえ。無能。ここのやつらじゃないの？ウエスタンじゃないの？お前ら。急にここで深刻そうなの。二人とこ、触るためだ？よくないよ。でも、泥棒なんですよ、彼が。泥棒？なんの泥棒だい？俺に見えたのは、二人のやつが俺様の言葉で大きなもの立てて、めちゃくちゃにして、これだけだぞ。お前らが誰か、そして、俺の感覚的に何の商売をするのか証明する書類を見せら、お前らは合法でない入国者だと証明できるよな。なんだって、もちろん、僕らは書類を持ったんです。あのバッグの中にね、でも悪党が、誓って言うけど、あなたが、彼が僕のバッグを持って逃がしたんだよ。何友達言ってんだ？あんた、俺、怒らせようとしなかい？ねえ、ちょっと落ち着け、ワトソン君。だって、ワトソン？それでは、ホームズさんとワトソンさんですね。急に平気だったな。偽の証明書なしでいきましょう。あなたは、僕らが誰がよく知る人ですね。そして、賢い人たちが取りに来てきたから、ヒャンヒャンヒャン。俺の言うこと、聞くんだ、真剣な。ホームズさんとワトソンさん。急な女性のカット。なんで？何そのカットイン？急なカットイン。あんたたちはすぐ朝ここに来たのと同じ船乗り、ヨーロッパへ帰らないといけないぞ。荷物を船から下ろす必要はない。周り向きして船に乗るんだ。俺の言うことにしたかったから、いいことはないからな。それからもう一つ、正規の所持がなれば、君らはニューヨーリンズは違法の人間だ。そして、違法の人間は、俺の感覚的では悪の人なんだぞ。なんで悪党というかさ、チンピラの用心棒で大体ああいう感じなのね。なんか、ドウェイン・ジョンソンみたいなさ。ホームズがしつこいよ。彼らは僕らの到着の警告を受けていて待っていたようだ。アレソンの家を見つけよう。行こう、ワトソン君、時間がないぞ。なんかもう喋りすぎだわ。疲れた。アレソンと行こうと。はい、というわけで本日この辺で終わろうか。いやね、なんか急なもう探し物とかさ、賄賂渡すとか気づかない前半と後半の鬼ごっことかマジで辛かったわ。次回はじゃあアレソンの家行こうか。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。またね。